開されていた目的を達成。よーし。ジャッカスの研究はマジで結構ガチで。夜、君たち夜波は戦闘とか普通に思考化してる。わーっしゃ。レベル上がった。え？オーバーフロー。30秒以内に倒してほしい。30秒以内ね。こいつらね。やばそうだな。痛い痛い痛い。あっ！やばいやばいやばい。ああ、今食らった？おっと。毎日をまっすぐに生きていますか？迷っちゃダメだ。人生短いんだ。疾風のように生きていこう。ああ、どっちが早いか勝負？は？はいはい。スピード選手権。ゴールはあそこだ。どこ？そこね。君と僕とで真剣勝負だ。なるほどね。まあ、とにかくどちらが早くいけるかってことか。飛べるからなあいつ。どちら？早い。だけどスピードスターにはまだ。ああはあ。また。次は何？いいよ。ナイスな返事だ。次は？ゴールあそこだ。撃ってきてるんですけど。撃ってきてるんですけど。今の理不尽だろう。あ、クエスト。ヨルハの人と機械生命体小競り合って調子悪いって。この写真がどこで撮ったのかは分かんなくてね。ほう。あ、オッケーオッケー、手伝う。座標を教えて。写真を。あれ、写真の場所か。遊園地廃墟と砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。そうやね。機内すぎると夜派部隊とこのキャンプを見るように言われてて、同僚が持ってきた開くと音が鳴る箱が気になって、途中から曖昧になっていく。音を鳴る箱を探す。オルゴール。遊園地か。ここはね、ミッションの人がいい。あ！あれ？アンドロイドの方、世界は愛に満ち溢れていますか？いや、俺は愛は素晴らしいものだといろいろ思う。表現すべきかも。いいよ。信じてあげよう。愛のパレード。平和活動を嫌う者もいると。いいよ。レッツユーフォー。あ、え、ああ、え、なんだろう、もういるやつこれか。レベル35ってどういうことだよ。おかしいぞレベルが。うわっ、お前か。
なんかピエルのやつ難しそうな気がしてならないんだよな。スタンプだ。おほ。ここだけの話。マジで？うわぁ、スタンプ集めとかやりたーい。やろ、頑張ろ。お前らさすがに敵じゃねえよな。なんだ？上映したよ。あ？なんだ？終わっちゃったよ。これにてロミオたちとジュリエットたちの上映を終わらせていただきます。あ、お足元にお気をつけてお帰りください。スタンプをご希望の方はどうぞこちらまで。あ。行きまーす。寸劇を見せてくれるんだね。ありがとう。え、普通に面白かったよ。受付で豪華景品を入手。豪華景品。豪華景品って何なんだろう。豪華景品って言ってるか、なんかちょっとなんかいいパッチとかそういうパッチっていうのかな、なんかそういう系かなとか思ったけど、なんかこの様子だと僕、帽子くれそう。けど本当は分かっているでしょう。あなたが楽しいかどうかはあなたの心の問題にしか存在しません。この施設はそれを映し出す鏡のようなものです。また遊びに来てから。あ！結構いい感じのやつ。あ、経験値1150ってめっちゃ大きい。これは嬉しいわ。もうそろそろレベリングとかもその他ものもやってきたんで、やっていきますか、普通にシナリオ。あ、上に行かないパッティーのやつだ。お、危ない。よし、オッケー。で、あ、まあ、それと同時にね、もらったやつがあったんだよな。こんな巨大な空洞がどうして。その前になんかね、ミッションかなんかじゃないけど、なんか極秘なんとかってやつあるじゃん。なんかなんて言うんだ、こっちのやつ、オペレーターのやつで、ヨルハ部隊逃走したヨルハ部隊のやつ、任務を放棄した上脱走して、その上、ああオペレーター 6O より 2B へ、機密レベル5通信、廃墟地帯に派遣されていたヨルハ部隊員の一部が脱走、直ちに対処してください。 2B さん、無理しないでくださいね。な、ヨルハ部隊員が脱走、それにレジスタンスキャンプを襲ったなんて。提案、被害を抑えるために早期の捜索と当該ヨルハ部隊員の捕獲。捕獲って言ったって。ということで、音の鳴るやつを探してきたと。あ、奥に出入りしていいって言われた。よっしゃ、じゃあこれでちょっとね、サブクエができる。あとレベルが上がった、これは嬉しい。困ったな、なんだかわかんないが話を聞く。バンカーかけた。うん、うん。あー、なるほどね。いいよ。オッケーオッケーオッケー。なんか。輸送用の荷物と思われるオブジェクトをマーク。って言っても、これじゃ運び出せないな。まずは、通れる状態にしないとダメですね。急になんかパズルチックになったけど。これで移送用の荷物は全部集まりましたね。先輩に言っとくと、ありがてえ。これは？あ、開けれた両方。数列ですね。
なんか偶然見つけました。何かここら辺になんか数列かなんかのやつがあったっぽい。ここになんか敵がいた気がするんだけども、いなくなっているぞ。なんだ。ああ、これ変な敵は。いた。あーちょっと待って、なんだこれ。敵が多いな。一回逃げます。あ、こいつ戦いやすいかもしれない。回ってくれるんだったら OK。 ラブラはあれとか、マップが表示されなくてちょっと困ってんだけど、ははマップがないよ。あ、なんかトゲトゲしてない？やばそうな感じしかしないんですけど、あれ大丈夫ですかね。全部弾かれてる。地形が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。いやー、これスルーしよう。来るかな、こっちまで。多分来ないと思う。よし、では行きましょうか。ここの通路は昔からあるみたいですけど。おっと、危な。倒したか。倒してないやつがいる。敵の体力とかがなんかわかんないんだけど。あ、一瞬ライトが一瞬消えたからびっくりした。火が文明って感じ。なに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 、逆に体力とかわからない方がなんか俺うまいことをいけてる気がするのはなぜ。あ、こいつは楽、一発かわせばよい。よし、もう何のアイテムかすらも教えてくれないのかよ。回復薬がちょっとあるからちゃんとそれをやっていかないと感じかな。暗いなマジで。あれ、どこ生命体たちの残骸や。でもこれずいぶん昔からここにあるような感じですね。なんかだんだん青くなってきてるんだけど。うわ、データベースに該当する情報はありませんね。なんだあれ。ああ、なんか真ん中乗ったらやばいとかそういうのではないと。なんか倒れてますけど。ユーザーのニーアオートマタをやってる人の死体でわかるっていう。あ、エイリアン？これは死体？トゥビー、あれ。ん？破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。うわ、なにえ、ほうお前たちは。なあ、こいつら殺していい。イブ落ち着け、まだ話は。イブってことはアダムとイブか。分かったよ、そんだけ。私の名前はアダム。あ、ほら、やっぱりね。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。いないの？何百年も前のこいつらも私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドか機
界生命体は自己進化をネットの上に芽生えた知性。ちょっと、は？ちょっと待って。これ、一発で終わんの？同じ種、いって、俺の遺体どこだ？開いた。お前たちは、トゥビ、気をつけてください。私の名前はアダム。ね、全然さ、関係ないことを言うけどさ、もう何百年も前にこいつらは、アダムってやつがさ、生命体が絶滅さ、セフィロスにしか見えないんだけど。させた。今度絶滅する。セフィロスな気がする。君たちアンドロイドから。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく。危ない。ネットワークの上に芽生えた知性。危ない。創造主もそれを凌駕する。大して自分は必要としなくて、自分たちの創造主を倒すなんていいんだよ。こんなやつ、植物のように単純でくだらない構造の生き物が価値なのか。私たちが興味ある、月にいる人類。人類、そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると同じ種族で大量に殺し合う、愛し、その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその真理に迫りたい。だが、その模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思う。手伝う？そうだ。月にいる人類を引きずり下ろして、生きたまま分解して分析して、その秘密のすべてを暴くんだ。こんな素敵なこと、他にはない。そんなことやらせるわけないだろ、トゥビー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけだ。滅ぼすしかない。君たち、ここにいる大切な宇宙人だよ。あっと、レベルが上がったよ。ほんとこいつ、あ、違う、なんかセフィロスじゃないな。時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。セフィロスじゃねえな。エイリアンたちが、そういうふうに見えただけだな。すでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。なんかあるとかないよね。うん、ないね。てかエイリアンが普通の、なんかよくありそうなエイリアンだね。では戻りましょう。なんか戻るときに自爆装置がとか、そういうのやめてね。またこの道を戻るんですか。めんどくさいですね。文句言わないナインエス。はーい。おっと、トゥビーさん、こちらオペレーターのシックスオーです。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ、地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。マップに1データをポイントしますね。マップが見れないんですけど今。うん、多分あれだな、通信がなんか来てないんだろう。てか、なんか、お、今なんか出てきたぞ、勝手に。ちょっと待って、危ない。よし。意外といけてる。敵の体力わからねえ。わからない方が意外といいんじゃないか、これは。あ、いや、ジャッカスか。
君たちのところの司令官に言われたん、転送装置も動かせる。あ、やった。司令官は昔馴染みなんだけど、今度会ったら文句言っといてよ。なるほどね。これが転送装置。でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。マップ情報解放されました。アクセスポイントによる、あや、これなんか、あ、なるほど、もうここ時点でこういう風に行くことができんの。うわ、これは嬉しい。これは普通に嬉しいわ。ありがとう。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から、おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さんありがとうございました。